あのウルトラマンの前夜祭はなかなかしっくりいかなかったのよ、正直言って。初めての経験だったからなかなかみんなの意見も合わなくて、だいたいオーバーして、時間をオーバーしてね、いろいろな問題があった前夜祭だったんですけども、不審なところもあったけれども、なんて言うんだろう、うまくみんなまとめてとても楽しい前夜祭になったことは事実です。その思い出はありますよね。はい、今思い起こせば、今からざっと55年前の作品だったわけですけども、まさかそこまでその作品が続くとは夢にも思わなかったんですよね。でなおかつ今日でもそのウルトラマン、ウルトラセブン、まあその両方はですね、皆から大変な支持を受けて、今でも皆さんにね愛されていることは事実なんですけれども、この先果たしてまだ10年20年はまだ続くと思うんですよね。ですから振り返ってみれば、そのつぶらやは大変素晴らしい作品を生んだし、それを見てるファンの方たちも大変素晴らしい作品に出会ってるわけですよね。ですからこの先もぜひ、続けて、愛していただきたいと思います。北米の皆様、はじめまして。初代ウルトラマンの早田、主役をやっておりました、黒部進と申します。この作品は始まってから55年経ってもなおかつ、劣れることを知らない作品でございますので、それにあの織り込まれているそのメッセージは、人間の愛というものを主張しております。ぜひ、皆さんもご覧くださいますようにお願いいたします。